っ「きおはようございます」って谷神さんとあともう一人誰かが言ってたんだけどもう一名の男性は宮田ここの住宅内に潜んでいるのか潜んでるわで僕より多分年上の人間で、意図的に廊下で挨拶するような形で えー、無理やり起こそうとしているやっぱり大神さんもそうだけどタバコやめられてない <laughs> ええー、えンええ大リーグに伝えええいてえー、エエスクえええええええ 本日2023年11月の2日。レンジャー戦。寝てるか寝転がってる。今日のえ通報、先ほどの挨拶しに来たレンチも変なんだけども、えーっと、 朝の七時台に子供が走ってる。多分子供。みんな姿見てないから、はっきりと見てないから分からないけども、音、足音で多分子供だと思う。もしかしたら、二十歳前後とかそれぐらいでしてる人間かもしれない。分からない。見なかったら。で、あとは、 電波の方の音で階段を降りていく音。そう、こは電波だと思う。架空の音。人はいない。と思う、はあ。バスケットボール界の体育館の余計な建設。アメリカでも辞めさせた方がいい。世界中どこもそう。体育館はもともと存在する。 で、この間の丸山ダムを撮影しに行ったとき、えー、誰がここの公園許可出したのって言ってる、えー、最後の方の映像。高速道路の下。あのところ人集まらない。公園なんか来ない人います。なかなか来ない。その子供が遊ぶ、えー、遊具とか意味ない。で、バスケットボールの えー、ゴールが設置されてある。人見たことない。あのー、バスケットボールをしているところ。周りに民家はほとんどない。それまで撮影した風景見たらわかる農業地帯で。そんなところ、あのー、農業以外広げようとしたあかん。 もともとあるところだけやそれでも消えていきようまず子供が迷惑防止条例やで親がそれさせてると思う学校の連中どうせ元ネタは親 話し回してんの。で、大リーグへの絶対的なメッセージ。大リーグの売り上げを日本人に回さんといて、淡井圭介にまず回して、勝ち負けの部分、対応してるのは淡井圭介。 普通にメジャーリーグでプロ野球選手として出てる人たちは、それは、あのー、支払いはそれはしたらいいんだけども、その辺の、あのー、僕みたいに試合に勝ち負けに関わってる人間で、その妨害行為ばかりしてる人間にお金回しちゃダメ。だから何回も言う、バリーボ・ボーンズさんのけボーンズという飲食店。絶対お金回しちゃダメだった。 10年以内に倒産してる。ここの兄の中町のところ。で、そこ以外に店舗があったのかどうかわからない。それよりも,も、僕にお金を回すのと、あと、 自分の国の人たちにお金返すならか、スタジアムの建設費、増設費、今までの分全部、最初の頃ほぼ、全額に近かったのでは。第二次世界大戦とか、第一次世界大戦があったから、どちらにしても、戦争に参加してない時でも、第二次世界大戦は完全に戦、あの、戦争してましたけども、その後もベトナム戦争とか色々ある。 これで話が一致してきます。他の内容を見たらわかります。淡いケースケが述べてる内容。10万円の給付金の話。低所得者と非課税世代の人に10万円の給付、まあ日本の金額で計算して。で、ガソリンとかへの補助金はなし。これで車乗る人が減る。で、それはみんなで説明したい。テレビ出てる人たちで。駐車場、 を借りてるる人は駐車場代が月々かかるで契約するときに多分、えー、2 4000ぐらいの、えー、契約金がいると思います。これは契約解除したときに返ってきます。でえー、重量税、えー、自賠責保険で、基本的に任意保険は絶対入っておいた方がいい。もしものときのために。 で、日々、運転して使用するガソリン代。で、3000キロから5000キロ走った時のオイル交換。もっと長い距離、えー、走った時のタイヤ交換。これは人によって違います。運転の仕方によってタイヤの減り方。あと、車種によって。重たいものを車の中に乗せてるかどうかによっても、あのタイヤの減り方は違います。お金かかるだけ。 もともと家か車どちらか一つ。それも家は一人で建てるものじゃない。結婚して建てるもの。それも所得税の工事を使って。その方法じゃなかったら最初から絶対無理です。この間言ってる内容少し間違えてましたけども、2700万円台の土地付き一軒家で35年返済のローンの組み方で、えー、7万1000ちょっと。 の月々の返済です。で、固定資産税が組み込まれるから、だいたい一月10万円の返済。だからもう、一人で家なんか絶対無理。家建てるなんて。だある程度女性も働かなきゃならないんですけど、うん、みんな社会保険最初から入っておいた方がいい。社会保険入ってなかったら、だから、 昨日、こういうふうに、あの、寝転びながら述べてた内容。年金の受給額。一月十五15万円。以上給付されてる人。男性で50%ぐらいだいたい。で、女性で、 一番多い層は一月9万円の層。15万円以上の人はあんまりいない。ほとんど、ほとんどと言ってもいいぐらい。そこまでの割合だったら。最初から社会保険入れてもらってないっていうのも一つの理由としてあると思います。社会保険入ってた厚生年金。 などがついてくる厚生年金は半分は会社の負担です。その金額は国民年金よりはるかに大きいんです。だからそれは入ってなかったら、国民年金かけてるだけだったら生活保育金になります。で、えー、この間も話しましたけども。 日給倍高、人材派遣業法、これらによって会社に残っている人たちが、結局、高額所得者になって、えー、ずっとピンハネをしていた。要するに、性質として、悪徳行為になるから、一族経営とか、結局そういうような形で、その一族の人たちが、金稼ぎができるような形になってるから。<laughs> 経営者には経営者の苦労はもちろんあります。これは絶対的にね。で、技量も言います。知識も言います。だけども、雇用調整金なんかいらない。助成金なんか。それで新しく店をオープンするのを、あのー、ストップさせたい。あと、それと、それによって契約書を、短期間の契約書を、えー、組んで、ついつい人を入れ替える。 それをしてく、してくるから。シフト用の仕事の分配の仕方と、宿ってある程度使った後、あの、雇用してね、働かせた後、本当のことをしてたら、辞めていく人間は辞めていく。ね雇用助成金何回ももらえるでしょあとから別の人間雇ったらいいんだから。から雇用助成金が全てを狂わせている。 中の一つ。重和ある中の一つの要素でありますね。まあ、大きな内容は、部合出来高日給、人材派遣業法。で、あと、受け負いもいらない。会社間の契約関係の契約法があったら、問題ない。で、どちらにしても給与の算定表とかをベースにして、 人を自分の会社から、あのー、別の会社に働かせに行かせたら、そこの会社にお金払ってもらったらいいから。 まあ今日も、えー、大リーグの試合が、えー、レンジャーズの試合が終わる時間帯ぐらいまで予想して、まあ、本日、えー、日本時間の、えー、現在9時ぐらいなんですけども 12時過ぎぐらいまで寝転がっています。間でお手洗いに行く可能性はあります。その辺言っておかなかったら、コンピューターがついてくるから、そこを弱点化して、それで勝とうとしてくるから。で、労働基準局の監督官が勤務中のお手洗いは認めています。 当たり前の話です。法律で6時間以上働いたら45分の休憩です。っていうことは6時間毎日毎日丸々トイレ行かないかって言ったら それはそれで何か変な気がする。よっぽど体を動かして汗流してる人じゃなかったら、多分トイレ行くと思いますね。ん昨日の晩ん、昨日の晩というよりも今日の、まあ、夜中は結局夜の 0時00で日付変わってるから、あのー、お手洗い2回行ってますね。で、布団の量とかを増やし,増やしてるから、あのー、毛布を含めてね、体温取られてなかったら、そういうふうな現象はまず発生しないと思う。まあ、使ってるのはどうせ日本人だと思いますけど、 もう海外へのサッカー留学とか、もう認めない。ハーフで親がとか、そういう話も受け入れない。だってそいつらがお金払ってくれないんだもん。ハワイケースケに。体温取るだけ取って。最初から他国の人と結婚しなかったら良いだけ。親の介護とか余計大変なことになる。 で、情報の窓口とかを各国に大使館を置いてるから、大使館を通して、えー、その国の、えー、人たちと結局会社関係の,あの話になると思います、ほとんど。窓口が一本化できてちょうど良い。バラバラで行動されるよりも。 で自分の国のものは基本的に自分の国で作ると。ある程度ですよ。で、世界中の先進諸国は、えー、車とかを作ってしまった後、使ってない中古車とかは溢れかえっている今の現状で。でさらに、エネルギーの残存量問題をしっかりと世間に伝えると、車の買い手はさらに少なくなる。 ただやさい人口は日本の場合は20年間少子化が続いている。約20年間。個人情報護法2003年にその関係の法律が出来上がって。買い手がいない。しかも出回った後。で、車を売るべきではない。根本的に。 で、オリンピックを開いたがゆえに日本で起きているのは体育館があるのにバスケットボールの体育館を日本全国11箇所に作ろうとして建設中で群馬県はもう完成してしまったをそれでみんなの税金数100億円吹っ飛びます土地代込みで計算 その計算ルール入れなかったら、どれぐらい土地を無駄遣いしてるかっていうことは分からないから。分からうとしないから。理解しようとしないから。国の持ち物、国の土地だからいいんだ。税金なんかかかってないよってバカなこと言う連中はいっぱい存在するから。それだったらオール剤や。なあ、最初からルケ刑や。流れる刑と書いてルケ刑。 他国への島流しや自然と国際線で流刑になっとう力仕事してくれんだったらスポーツなんか意味ないスポーツ自体が力仕事じゃない野球関係だったら斧で木を切るだからもうそこは野球 高校生とか大学生の野球部と、あともう、本当はもう大学は僕はいらない派だから、意味ない、本当に。現行法規と現代日本法規、日本でまとめたのは淡井啓介。ええー、他の人も同じことできた人が、もしかしたら昔いたかもしれないけども、基本的に、今までの日本人の中でできた人間は、ほぼいない、皆無。 淡井スケは法政大学なんか行ってない。定時制の高校。昼も働きながら夜勉強。 だからん、大学まで行って、結局、プロ野球選手目指して、野球とかね、それ以外サッカーもそうなんだけども、それメインで大学行くんだったら、大学行く価値がない。本当に。結局、速い球投げたいんだったら、筋肉つける話でしょ 力仕事しといたらい,い。それで金稼ぎができる。で、あとは投球練習。自分のプライベートの時間帯にしといたらい,い。あとはプロデュスを受けに行ったらいい。もうここまでやわ。どう考えても。野球の世界でさえ。将軍原理で、まだ ちゃんとスタジアムを自分たちの球団とか、自分たちの組織、民間企業の組織で保有して固定資産税払いながら、まあなんとか行えるのは野球だけ。で、それも限られた球団だけ。も、ま、う、あ、あと全部もうみんな税金へのらいつきや。で、それも建設業界との輸弱の線が濃厚。 だから、スポーツ選手が建設業界行ったり、警察官になったり。で、警察官になったらなったで、えー、医者と組んで、精神病院行きにして、えー、自分たちの仕事してるふり、自分たちの手柄みたいな形になってた。逆、精神病院に連れて行った回数が多ければ多いほど、基本給下げなあか。ボーナスも取り上げなあか。しょうよ。 その方法じゃなかったら無理。隠蔽側の人間はずっと隠蔽するから。閉じ込めて訴える気力なくさそうとするから。何かあるんだったら罰金刑で、それは裁判所を通して法廷で、えー、第三者である傍聴席に人がいる状態で裁判を進めるしかない。いろんな言い分が出てくる。で、この国の実態は、 こういうふうに YouTube に淡いケースでアップロードしてる時点で、もはや今更公務員の人が大きな態度なんか見せれない。まあ、余裕線はお互いある程度礼儀正しく、ある程度でいいですよ。ある程度で。そうじゃなかったら、全部本当のことが分かったら、これ一般人の人で警察官の人と、まあ文句の言い合いみたいなところからのスタートになると思うんですけども、 普通に、ね、生活してる人で。だから文句言いに行きたくなる人は言いに行きたくなると思います。それは普通だと思います。で、それ言われなかった警察官が気づかないから。自分たちどこに間違いがあるのか。だって警察官が宝塚三田病院1ヶ月に入院させて1 0何十万請求をかけてくるっていうその金額知らないんだもん。有馬警察署の人たちが。何回も言いに行ってるけども、覚えようとしないから。情報回して。 もしくは意図的に情報を回してないのかもしれない。もう隠蔽側の人間いっぱい存在するから。で、いろんな他の警察署から来てるの知ってるから。アニマ警察署に。だから柔道も、正直もあんまりいらない。国際大会なんか開いてる場合じゃない。エネルギーの残存量問題の方が上。 もう結論でと。河川水門開閉式ダム発電とか、地下水流トンネル発電とか、かまど発電で、多くの電力がまかなえて、ある程度のところで、オール電化の家とかが、そこそこできて、電気自動車化まで進んだとしても、もう、だから電気自動車も本当はあんまりいらない99。99%以上の人は電車バス徒歩で通勤できるから。 それこそバスの本数が減る。車なんか乗られたら。車乗って通勤されたら。もう無駄走りばっかり。なぜなら、この間、琵琶湖から、えー、瀬田川を歩いて、えー、途中にダムがあって、そこから先は宇治川になるんですけども、 その、宇治川の途中まで撮影しに行ってるんですけども、滋賀県の琵琶湖のところから、その道路を歩いていて、途中から民家なんかなくなります。んまあ、10キロぐらいにわたって、そこを車が、まあ、通り越していく、 後ろからと、それと、対向車線から、えー、通り過ぎていく車。まあ、100台ぐらいはありましたね。で、それプラスオートバイ。で、中には自転車で下ってる人たちがいましたけども、下っていった先、その自転車どうしてるのかなっていうところですよ。滋賀県の人が下っていってるんだったら、 それ遡って、仕分県まで帰っていくんですかっていう話ですよ。どうせ車に積んで仕分けに戻してるんでしょう。それもやめさせたらええ。で、これ最終的な結論なんですけども、もう自転車なんか作らなかったらいい。オートバイへの道が開かれるから。 もうオートバイ乗ったらもう大体みんな事故する。これ確率ものすごく高いから。乗ってる年数が長ければ長いほど。この間も、ここの、えー、僕の自宅の横の、えー、線路沿いの道のところで、黒いオートバイと黒い車が衝突して、両方ともガソリン漏れ始めまして、漏,漏れていた。で、まあ、それはオートバイ乗ってる人の方は、やっぱり地位流して、 で、救急車での搬送。で、それも、ここのね、道の道路見て、普通、車の運転手とか、まあ、オートバイ乗ってる人もそうなんだけども、向こうの信号のある大通りに出た方がいい。信号止まるのは面倒くさくて、ここの抜け道として使うんでしょうけども、それするから、交通事故は増える。 車の構造を見たらわかる。ボンネットが前にある。そこにエンジンついてるほとんどの車は。ワンボックスとかは別なんですけども、あのー、前ちょっと出なかったら左右見えない。だからどうしようも前がちょっと出てくるでしょう。交差点のところで。で、ここは、その、線路沿いのところで T 字路のね、その交差点になってるじゃないですか。 そこの、あの、横から合流してくる、その、道路が、多すぎる。もう、遅かれ早かれの話。で、えー、なぜ、えー、ぶつかってしまうかって言ったら、みんな左側通行だから。ここの道で言うと。だ逆パターンもあると思いますよ。藤原台の方で言ったら、左側通行だから、あのー、 あの、岡場から田尾寺駅に向かっての方向が危険になってくる。うんけど、本当に出てくるやつは本当に一旦停止しないで、そのまま出て行って曲がるやつは曲がるから、それ何台も見たことある、今はね。人生通算だったらもう何十台もしかしたら100超えてる。もうお疲れ腹かれ。真面目に運転しない人間なんか世の中いっぱい存在するから。 だこの道使うんだったら基本的に車体を最初から右カーに寄せといた方がいい。左カーはどう考えても2メートルぐらいは危険。それ以上は絶対離れとかなあかん。で、まあこの辺も、 現職の大臣とかは何目的で来てるのかわからないけども、ちょっとまあいいね。もう多分これもうほぼ西村経済産業大臣でまず間違いないと思うんですけどこの間内閣改造があったから変わってたらもうわからないですけども、あエネルギーの残存量問題分かってた電車バス徒歩なんです。だから車なんか乗って現れないんですけども、 軽自動車だったかな乗ってるの燃費がみたいな考え方になってるかもしれませんけども、そもそもこんなところを電車バスと交通機関しっかりしてる。で、僕を引きそうになってますから。で、僕は、あの、手こういう風にねこう、歩行者の方が優先だからっていうことで、ちゃんと車止めてます。だからもうちょっと前に出てきて、 これね、だからね、僕も、まあ、車とかオートバイ乗ってた方ですから、まあ、仕事も含めて、だ左カーを歩く癖がつくんですよ。左側通行。 かといって道路の真ん中もここ交通量多いから、で、またここ、その、抜け道で信号がないから、過剰にスピード出してる人間は結構いますね。時速60キロ以上。で、本当のこと言うと、住宅地内は、徐行ってなってるんですよ、法律で。だ三十30キロ以下。ここまで長い、 住地のストレートで30キロで進めっていうのも、それはそれで変な話だから、まあ多分住宅地の助行っていうのは、まあ交差点のあるところとかそういう風なところになってくるんでしょうけども、結局 T 字路の交差点だらけでしょ最初から住宅地なんてそこに住んでる人以外走らなかったらいいんですよ。 あとは、あのー、仕事関係で、どうしても、あのー、通る人だけっていう形にしておいたらいいんですよ。あその、ちょっと前も、その、2ヶ月、8月ぐらいかな、その、黒いオートバイと黒い車の衝突事故で、こう、こう5年以内にも見ました。オートバイと、ええー、車の、 えー、衝突事故。で、それを僕は見てるだけで、見てない、知らない間に、事故もあったかもしれない。だからもうここなんか、本当にバカみたいなスピード出す人間80キロくらい出してるから、本当に。もうもう押すからかい。もうどうせ、ものすごい事故起こしよう、そういう奴ら。もういっぱい見てるから、この辺でも。この高が タオジと岡場のこの区間の近辺のあたりだけでいっぱい交通事故を見てますからで。特に不思議に思ったのはいくつかの例あげますけども、えー、っとね、マルカム製麺の近くに小林鹿っていうところがあって、その横に あの、脱本サロンっていうわけのわからない店があって、そこめがけて、車が、ここ10年以内に、最低でも2回は、突っ込んでるんですよ。で、そこになんか壁作って、なんか防御門を作っておいてとか、なんか昔それもね、フルーツラパークで話したことあるから、その店ができてから、そこに自然とぶつかりに行ってる人が、何にも存在してるんですよ。で、その道、ストレート。 曲がってない。なぜそんなことになるかわからへん。なんか多分、仮面掛かり的な力とか何かは作用してるんでしょうけども、まあ、のる犬類とか、そういうことかもしれない。で、一応、U 字型の金属製のものは、あの、設置されてるんですけども、あれは、車は止めれないですから。中身空洞。厚さは1センチない。 ミリ、単位、厚さ。簡単に曲がる。ある一定の力を超えたら。車なんて普通乗用車で1トンぐらいですから、基本的に軽いとされている普通車のスポーツカーでシルビアとかで、昔シルビアっていう車種があったんですよ。それで車検、友達が乗ってたから見たことあるんですよ。乾燥重量で1トンぐらい。そこにガソリン積んで、 人が乗るから、1トンと100キロは超えてくるような形になってくるでしょう。もう5人も乗ったら重量全然変わってくるから、そんな重量で、ね、金属製の車がある程度の時速、多分時速40キロでもあの U 字に当たったら、あの U 字の金属の、そのな、まあ、 もともと、こう、ポールを曲げたものなんでしょうけど、簡単に曲がることぐらいわかる、普通。で、それもだんだん根元から錆びていきます。水が溜まるから、普通。雨降ったら、ある程度。高さが、え3ミリでも5ミリでも1センチでも、雨が降ったらある程度水が溜まってるんですよ。だから根元から、あの、どんどん錆びる。 ペンキ塗って錆びるのを、錆びるスピードを低下させてるんですけども、だからそれをもともと胸とか、胸とかの底を、あのー、たまにペンキを塗って、えー、錆びるのを、あのー、未然に防ぐ。これなんですよ。その辺の家に、ペンキなんかもともと塗る必要ない。それで建物の老朽化は分かって、 ちょうどいい集合住宅なんかたく、特にそう。一回ペンキ塗ったら分からなくなるから、どれぐらい老朽化してるか、見た目で。で、地震に関してなんですけども、基本的に山の中とかは低い震度になります。 震源地から、山の中でね、その直下型の震源地の地震が考えられるとしたら河川の近くでしょうね。そこの下から水が抜けていて、その下で空洞化が長い年月をかけて広がってる。だからここ近年のことを考えるんじゃなくて、今時河川は、河川の方が住宅地より下にあるでしょう。もともと河川が、 土削って昔から水流れていたのであって、それは千年、二千年以上前からの話であって、だから今の現時点でどれぐらい空洞化は進んでるのか分からない、そんなもの。ただ、岩盤層の上だから、えー、揺れ方は軽減されます。重たいから。一斉崩落で基本的に地震は発生しますから。火山の噴火はまずなかなかない。 で、山自体が巨大な重しになっているから、一斉崩落の振動が重たいものをあの揺らせるだけのパワーがあるかって言ったらない。だから、例えばこの辺で言ったら、アリの台とか、ああいう風なところは、地震の、その、振動がかなり軽減されています。それでも、 阪神淡路大震災の後、淡路島で、えー、揺れてる秒間は10秒以内で短かったんですけども、あのー、震度6が発生して、この辺りもそこそこ揺れたんですよ。だから家の中ミシミシいましたし、揺れてる感覚、 があったし、だからこの辺りで震度いくつぐらいになってたかわからないですけども、この辺りで1、2、3まではなかなか行かないんじゃないかなぐらいですね。その辺りだった距離的に考えて。で、まあ、淡路島からこの辺りで直線で50キロ以上ありますから、で、 うん絶対で言い切れるとしたら標高200メートル以上は絶対にありますから、この辺り。住宅地の方は河川よりも高い位置にあるから、河川って住宅地より10メートルぐらい下に河川の底があるでしょう。うん高いところだったら20メートル以上あるでしょう。その辺のところでだいぶ あの、標高変わってくるんですけど。高台の方に家建てられると、水を汲み上げなきゃならないですよ。ダムよりも高い位置にあるから。だからもうこれ最終結論でね、ある程度の高さのところに、 三階建てぐらいで、木造の、ええー、まあ、集合住宅だったらね、木造の集合住宅で良かったんですよ。でも、今更家なんか作りすぎたから、もうこれ以上作るべきじゃないんですよ。今作ってしまった家を買ってくださいでいいんですよ。で、一軒家だったら、もう今の時代だったら仕事の絶対数も少ないし、人口の少子化で、あのー、マーケットが小さくなってるから、 日本国内の。だから、どちらにしても売り上げが上がらない。中古物件。で、うん、まあ、築年数20年ぐらい経過してる物件で、もともとがね、あの、しっかりした作り方の家だったら、 まあ、自分が、ええー、20歳ぐらいの人たちが、えー、家を購入したとしても、まあ、80歳ぐらいになったとしても、その家は健在です。大きな地震が発生したらわかりませんけども、まあ、こういうふうな山の中だったら、まず、うん、セーフでしょうね。で、あと、阪神・淡路大震災があった兵庫区でも、港湾の河川を越えて、 ええー、まあちょっと、あのー、上り坂に、ええー、夢の町とかはなってるんですけども、そのあたりの一軒家で、ええー、むちゃくちゃ古い家。でも最初からこれボロボロだなっていう家は、半壊とかになってますけども、全壊した家屋ありません。一軒家は、上の方が軽いから、二階建てだから。 集合住宅とか、見た目でわかると思いますけど、コンクリート使ってるでしょ。自重で重たくなってるんですよ。横に揺れ始めたら、軸とかは全部ずれて、自分たちのその住宅、うん、その住宅の重さ。あと、家に置いてる家具とか。えー、まぁ、あ、冷、蔵庫とか重たいじゃないですか、洗濯機とか。冷蔵庫も。あテレビもそこそこ重たいでしょ。で、エアコンも、 高いところに取り付けてるだけで、持ったらそれなりに重たいし、室外機も。室外機自分で持ってみたら分かると思いますよ。10キロどころじゃないでしょうね。お米の10キロの方がだいぶ軽く感じますから、室外機よりも。なそれら、 冷蔵庫と洗濯機とエアコンの家の中と外の室外機と、ええー、テレビ合わせたら100キロを超えるのはまず間違いないでしょ。大体の人が。で、あと家具。あと本とか。食器。重さ全部足していったら結構な重さになります。あと自分の体重。家族の体重。 もう今時12階建て作っている人たちの方が、よく分かってないですよ、物事。エレベーターつけるから。ね、エネルギー無駄遣いするでしょう。まあ一応、うん。まあ約束みたいなところで、まあ、僕を軸から外した方がいいのかもしれないですけども、それもどうなってるかよく分からないから、うん。一応その寝転がってる、まあ寝てるか寝転がってるの話、 で対応しようとしています。大リーグのことですよ。以上です。 今収音してるのは廊下で、えー、手押し車を押してるような音が聞こえたから一応集音したんで集音しようとしたんですけども先ほどのボリュームを最大にして音量を拾えてるかどうか程度の音なんですけどもこの廊下側の部屋にいても、えー、例えば先ほど春山整骨院の普通に、あのー、ドアを閉めた音でも聞こえるんですよ で、その前も、向かいのところも、その、踏切、小さな踏切があるところの前の駐車場。そこも春山整骨院の駐車場。そこからも車のドア閉める音聞こえるから、前後挟まれてる状態。ね。昼寝しにくいでしょう。もともと僕へ対する嫌がらせで多分作ったんだと思いますよ。 で、あと、一般人の人が叱ってくれてますけども、こんなところに踏切いらないからって大きな声でね、あの、神戸電鉄の、あの、線路とかをあの点検しに来る人たちに、えー、叱ってくれてるんですけども、本当にそうですよ。だって、田尾寺駅のところから渡れるようになってるから、あんまり距離変わらない。 と、えっとね、インターネット上の皇室のね、えー、人たちの公務が終わった日程なんですけど、公務が終わってから日程が出てきてるんですよね。で、インターネット記事では11月から2023年の カッコ様がペルーに訪問っていうインターネット記事何回も流れてきてるんですよ。その記事を書いてる人たちの人件費全部取り上げてください。当たり前じゃないですか。嘘でお金稼ぎなんかできたらダメじゃないですか。で、解雇。 公室守ってるんじゃない公室の人たちは自分たちの公務が終わってから正式に発表する。もういって帰ってきた後だから、そんな嘘の記事流したとこ意味がない。で、それも本当のこと言うと、何年前の記事かわからない。 テレビのニュースは行われる価値があるのは今すぐ何が起きてるかを放送するから価値があるんです。報道。裁判とかも。これで裁判所の裁判官が仕事サボってるかサボってないかはっきりわかるから。書記官も。他の議官とかも。まあ、しょっちゅう法廷にテレビカメラ入ったらいいんですよ。 それでやった法律に求めてこなくなります。裁判所の裁判官とかみんな着るかくから。裁判官みんなの税金でね、えー、高い給与をもらってるのに、年収高い年収。だから年収500万円以上だったらもう高い、えー、年収だから、本当 年収500万円以上の人は少ない。一人での稼ぎですよ。世帯じゃないですよ。自分で歩いて仕事の絶対数とか確認してない人の考えそうなこと。そう、年収500万円以上がね、富裕層だっていうこと。 この話しておきましょうか。あの、音楽業界で、結局、僕は二十歳ぐらいの頃からね、あの、ゲーム業界とタイアップ組んで、アイム業界とタイアップ組んで、海外へ進出して、で、海外での売り上げとかもある程度出せるようになったと。で、まあ、ダウンロードの世界とか、YouTube の世界になって、 で、えーまあ、ダウンロードに関しても今時1週間で2000曲をまず売れないですね。1位の人でも。販売価格は1曲今200円ぐらいでしょう。まあ、もうだから、まあ、大した金額にならない。YouTube での動画の再生回数とテレビ出演と、 で、あとはライブとか、だから、うん、ゲーム業界やアニメ業界とのタイアップでどれぐらいお金が入ってきてるのかっていうところなんですよ。 だこれ正直ね、そのゲーム制作者とアニメ制作者の人たちからしたら、それに見合った良い曲や歌詞を提供してくれたのなら、お金払う気になるでしょうけども、そうじゃない、どうでもいいような曲と歌詞作ってきたような人に対して、持ってこられたって、あなた話全然違うじゃないっていう話になるでしょう。で、それでうちのゲームの売り上げの、そっからの、 数パーセント回せて無理でしょうどう考えてもそこにクオリティが伴ってなかったらだからここ近年でここ近年といっても 15年ぐらい前から、もそれぐらい前にはもうアイドルグループはものすごくたくさん増えたでしょ。特に男性、ジャニーズ。もうそのあたりからもうどうしようもない曲がはびこるようになって、正直ね、あの、エクサイルとかがなぜあんなに観客動員数がかけられてたのかよくわからないんですよ。マーケティングによるものなのか、 テレビ局による洗脳によるものなのか、良い曲だ、良い曲だって言って、あのね、やっぱり楽器使ってなかったら、音が、あの、その、なんて言ったらいいんですかね、多様性、えぇ、ー、音の、うんま、すべてがすべて楽器を増やせばいいというものでもないんですけども、 それでも良い曲は作れるんですけども、その、早弾きとかいろんな演奏ができなかったとしても、あの、ヒステリックブルーっていうバンドが昔あったんですけども、春スプリングっていう、 曲があったんですけどそれ演奏してる人たちの、まあ、ギターとかドラムの人たちとかの動きを見てもらったら分かると思うんですけども例えばドラムの人だったらたくさん、あのー、叩いたり、あのー、スネアの、あのー、足のところでドラムを、まあまあ、まあ叩いてるという表現になるんでしょうけどもあと、まあ、シンバルとかもそうですけども。 たくさん、そもそもシンバルの数とか少ないでしょう。で、使える音の数が少ないで、ギターとかベースの人たちも、あの、指の動き見てもらったらわかると思うんですけども、うん、たくさん、えー、弾いてるわけじゃない。たくさん弦を押さえてるわけでもない。あれこれあれこれと。だけども、良い曲は作れてるんですよね。だからその辺のところで、結局発想力、 あのー、そこはクオリティにつながってくるんですけども、歌い方、感情の込め方、ま、いろいろあると思いますよ。ボーカルの人はボーカルの人でね。ただ、アイドルグループは、曲自体が、こう、 勢いって言ったらいいんですかねあのー、気象点結もほぼほとんどの曲は感じられないし、だから音の作り方とか曲の奏で方とかで、 最後の方に、あのー、曲調とか、あの、音自体を、えー、音、音というよりも曲調って言ったらいいのかな。あと他の楽器加えたりとかで、すごい、最後の方盛り上げできたりとか、あのー、感想だけじゃなくてね。そういうふうな作り方を、工夫を凝らしてるところは気象転結が分かってるんですよ。 だからアイドルグループは、なんかもう流れだけで、あの、歌詞曲になってる場合がたくさんある。で、これなぜそうなるかっていうと、踊ってる時間が余分なんですよ。ダウンスの練習しなきゃならないでしょもうそしたら楽器に対して弱くなるでしょう楽器扱えなかったら、そもそも音楽活動できないじゃないですか。 ボーカルの人だって大抵の人、楽器、ギター弾けたり、何かできたりしますから、ピアノ弾けたり、ある程度。だからそれ分かってなかったら、ボーカルの人はね、その楽器とか音符のこと分かってなかったら、話し合わないでしょ曲作りの時に。理解ができないから。相手に何言われてるか分からないから。 だから、曲とか、歌詞を書かせてみて、まあ、新米さんのケースのことを言ってるんですよ。それだけで、その人たちの、あのー、レベルがわかる。ああ、まだプロデビュー早いなっていうのがね。あと、コンスタントに、どれぐらい良い曲を作れるかっていうところが、結局、 あの、結局、食費者の人に相手してもらえなかったら、無理だもんなものは無理だから、その辺甘くしてもしょうがないんですよ。どうしようもない。余計悲惨な事態を招く。何のために働いていたんだろうっていうことになるから。それだったら生活の保護の方が、経済的にもマシだったっていうことになるんですよ。政府のその補助金。まず補助金の話なくしてくれなかったらどうしようもない本当に。雇用助成金。 コロ,コロ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 人入れ替えるでしょで、その人が行き着く先は生活保護とかだから、意味ないんですよ。で、ただ,ただエネルギーのもと遣いをしていた。誰、誰にも、誰も得しないんですよ。その労働者も。で、ええやつはずっと極端に続くでしょ。 そこはそれである程度のところでブレーキかけなかったら無理だから人生思いのほか、あのー、早く物事が進んでいくだから18歳ぐらいの頃には楽器を扱える技術っていうのが プロデビューに値するぐらいのところまで楽器を演奏できるようになっておかなきゃならない。で、歌詞書いたりしてる人たちは、まあ、何曲分にも合わせて歌詞すでに用意しておかなきゃならない。 これね、まあ、どっからどこまで本当なのかわからないですけども、その、ま、もともとバンド業界は、メジャーデビューする前にね、まあ、最初から30曲、40曲なり、ストック持っておかなきゃダメよっていうこと言われるんですよ。で、あのー、とにかく今、自分たちで作れる技量のもので、精一杯のものを作りなさいと。30曲、40曲。それできてからメジャーデビューして、で、えー、いろんなことを、 まあ、覚えて、で、えー、作り直しをして、それから世に発表。もう、それでクオリティの高い作品を世に出せる。これも元々の、僕二十歳ぐらいの頃からバンド業界ってそうだから。いや、だから、アルバムの制作とか求められるでしょだから、アルバムなんか、まあ、一応シングルの曲を3曲ぐらい入って、 で、あと、新しい曲、7曲ぐらいは入れなきゃならないでしょ発表するとき。だから、売れたら売れたで、日本中あちこち巡業してライブ活動とかするでしょテレビ出演多くなるでしょいう曲が売れ,る売れたら。で、それはそれでもう曲を作ってる時間がなくなってくるんですよ。 だから、昔のバンドマンで一時的に活動休止するとか、その期間入れなかったら、生活面でも無理あるんですよ。もう結婚もそうだし、あのー、親の介護もそうだし。でも活動休止しないでずっと続けている人たちって、親の介護教えんのっていう話になるんですよ。本当に本当に。 僕の履歴書を見てもらったらわかると思いますけども、例えばね、飲食業界で一店舗として一レストランとして月間1億円以上売り上げ上げてギネス記録に乗るような人の実績を持っていて、ホテルマンとしても,も大阪ヒルトンホテルで関西ナンバーワンの売り上げのレストランで勤務していて、まあ、一日の売り上げを 更新したこともありました。1月2日に。もちろん僕一人の力じゃないですけども、そこで働いている人たち全員の力なんですけども、サービス料と税金、消費税抜きで468万、サービス料と消費税込みだと500万を軽く超える。1日の売上ですよ。そんなに広い店じゃないですよ。 もうそういう実績の人間でも利益者はああいう風になるんですよ。いろんなところで仕事はたらい回しになって。これがこの社会の実,実態だから、もうその辺みんな恥ずかしがらずに、本音で本当のことを言ったらいいと思いますよ。あの人、国会議員の人たちともパイプあって、経済界とかとも、 パイプあって、で、三井住友まで合併させて、その、ね、悪いことも取り締まって,って、それで、それプラス、ね、黒人初の大統領とか、そういう話にも大きく関与してあって、実際、広島原爆投下の日に、えー、アメリカの大統領が初めて、えー、訪問して、被爆者の人たちと、 お互い、涙目で、えー、頑張って映画を作って、えー、お互い、方、えー、まあ、大統領の方が、被爆者の人たちの、肩を抱くようなね。パン・ギムン国連総長、国連のトップですよ。国連のトップの人に長崎原爆投下の日に訪問してもらったりとか、それに、それらに匹敵する世界的な話が50件ほどあるんですよ。そんな人間でも、こういう状態なんですよ。 ね、もうみんな恥ずかしがらなくていいでしょう。だから年金の給付額とかも言いましたし、世の中の実態ってこんなもんだから、とりあえずみんなね、もう悪いことしなかったらいいと思うんですよ、それで。で、あとは何が悪いことだったか、これを覚えてもらうこと。か車買うことが悪いことだったっていうことを覚えておくこと。運転免許証は持っておいた方がいい。せっかく取得した人なら。で、特に運用とかをしていて、 いやこれね、まあ、それはそれで問題あるんですけども、修羅株式会社って、細い路地までタンクローリーで入っていくから、一応ね、腕はあるって言ったらあるんですよ。あのー、脱輪したら、まあ、横は、まあ、幅2メートルぐらいの河川ですよ。だけども、そこ脱輪したら、タンクローリーがどうなるか、もうわかるでしょ。一般の車でも。 そういうところをしょっちゅうしょっちゅう運転してるから、一応腕と知識はあるんですよ。雪降ったらどうなるかって。あの、両サイドにどこに溝があるかっていうのがわからないから、とりあえず真ん中を、え、さっきね、あの、緊急速報の避難訓練でね、 兵庫県津波発生っていう避難訓練のその内容がその急に流れたんですけどもそもそもそれが意味ないんですよ。何が意味ないって津波の警報をこんな山の奥の人間にまで配布してどうするんですいくらなんでも標高200メートルあると思いますよ、この辺り。 多分ね。ちょっと今ね、あの有馬街道の道を思い出しながら、本当にあるかなっていうところを考えてみて、スズランダイ、まあ、北スズランダイのたりまで一っもう100は絶対あるでしょうね。あれだけ上り坂登っていたら、平野,の平野町のところから。 神戸市兵庫区の北区の方に入っていくアニ街道。自分で車、まあ、運転したことがある人とか、あとバス乗ったことある人だったらわかると思いますけども、あれだけ坂登って自分の見た目で街、後ろを振り返って街見たらわかるから、で、まあ、 うーんこれね、ダムとかの海抜からの標高何メートルとかの話もどっからどこまで正確か、これはわからないんですよ。もう人間のしてることだから。から昔からのデータでそれを表記してるのであって、 えー、先ほどの、えー、寝転がっていた時の、えー、動画の続きですが、えー、本日20、2023、え、年、ー、11月の2日、えー、日本時間で12時、えー、21分、ちょっとあの結果、確認しますね。一度、その文言で言ってた通り、えー、12時過ぎに一応、途中経過は見ました。えー、その時の時内容で え4対1で、えー、レンジャーズが、えー、リードしていました宣言、えー、通り日本時間のね、えー、12時過ぎまで、えー、寝転がっておくか寝ておくかのどちらかであると、まあ、当然寝れるような状況じゃありませんあのジャムスに来るレンジーいるんでね <laughs> えー レンジャーズが買ったみたいですね。えー、っとちょっと待ってくださいね。えーっ,とえー、っとちょっと待ってくださいね。えー ちょっとね、これ表記の仕方がね、ちょっとよくわからないんですけども、分からなくなるときがあるんですけども、テキサスレンジャーズで見ていて、白い丸が入っているから、えー、テキサスレンジャーズの勝ちでよかったと思います。ちょっと僕の方で先の途中経過、やっぱりあの寝転びながらで、あと、呪いがある程度、かなりずっと継続してずっと来てる状態なんですよ。その状態って。で、まあ、多分レンジャーズの選手たちを守って、 いる状態だと思うんですね。でまあ4対0を見間違えてたみたいなのかもしれないですね。でまあ試合終了5対0で試合結果が出ています。まああのいろいろありますんでね、えー、ちょっと待ってくださいね。あの一応 写真でね、カメラで、えー、画像を確認。えー、あ、ご9回の裏の時点ですでに5対0でしたね。えー、ちょっとその辺のところがね、9回に4点入ってたのと、7回に1点入ってたので、まあ、その辺でちょっと脳内で誤作動が起きたみたいですね。で、まあ、あの、次のね、あの、 本当にあの朝の、えー、だから寝転がってる状態で、現実的に言うと、通報込みで、えー、朝の7時台からもう子供がね、あの1人、多分子供だと思いますよ、走り回ってる。 それ言い始めたらあのすぐに起きてそれ撮影しに行かなきゃならないでしょうで途中で一応谷上さん撮影してますけどももともと阪神・淡路大震災があった時に、えー、神戸市北区藤原台の仮設住宅で隣の家の人だったんですよその人は顔と名前がわかるからあ,のあれなんですけどもあともう一人誰がいたのかとかそれわからないでわざわざここの廊下で大きな声で挨拶したりだとかな 大体ね、その、日本人だけじゃないと思うんですよ。あの、えしゃく。軽くお辞儀するっていう、その、小声で、あ、おはようございますとか、そういった、あまりに近所迷惑だから、小声なんだと思うんですよ。軽くえしゃくとか。も、も、無言じゃないですか。えしゃくだとね。だから、あの、そういうふうに自然とみんなできてたことが、なぜそうなったかっていうところ、ええー、それを考えれなくなってしまった。 その辺のところだと思うんですね。で、あ、遅くなりましたけど、あの結果出ましたんで、えっ、ー、とね、今、これで4勝になって、レンジャーズの優勝だと思うんですけど、ちょっと待ってください、いろいろ確認しますんで、まさか急に4勝で、ワールシーズンをね、あの、 これで4勝のはずなんですけども、なんか花火の画、えー、像が一緒に出てきているので、これで優勝だと思うんですよ。で、これ僕は間違えたら結果、次の試合もしあったとしたらどうなるかわからないから、どうしてもこういう言い方になるんですよ。当然、今日で言うと阪神タイガースの試合、当然日本一になっています。ルール、法律。えー 阪神タイガースに誤りの失点、誤失点はなし。証拠づくりです。で、相手はバレたからといってさらにたくさん得点できるというパターンはなし。もうすでバレてるんだから、そのケース返してくださいよの話になる。で、まあ、ちょっとね、えー、言い忘れたかもしれないので、もう一度言っておきます。世界のルールは法律です。 動画つなぎ合わせてるはずなんで言ってるとは思うんですけども、まあ、一応言っておきましたうんまあとにもかくにも、えー、今言えることはレンジャーズの皆さん、えー、ワードシリーズ初優勝、えー、おめでとうございます、えー、こちらも、えー、頑張った甲斐があったと、まあ、こういうことになってきますねで、えー、正直私が思っているのはアメリカのその大リーグと してのね、あのー、どこが優勝するべきかで、一番難易度高いところが、どう考えてもロッキーズだと思うんですよ。多分シルベスタ・サローンさんが活躍した云々の話と変に結びついてると思うんですそこはもうハリウッドと別物だから、だから、ロッキーっていうシリーズね。で、うん、だから本当は日本人でもともと成績しっかり上げてた人たちが助っ人としていくのであれば、全員ロッキーズ行ったらいいんですよ。 ね、日本の、日本代表のメンバーが半分ぐらい入り込んできて、ね、もう予算チームとか他国からも、もうみんな行って助けてあげたらいいんですよ。本当に。すごい実績なのに人たちばっかり集めて。いろいろありますから。で、ただ、大谷翔平は彼は独身なので、もう一回日本に返してあげてほしいと。で、日本で結婚して、日本で子育てしなかったら、 子供が英語しか話せない人になってしまったりするじゃないですか。じゃあ、アメリカ人になっちゃうんですよ。で、親の介護とかどうするのっていう話とかもありますし、現実的なところでね。だから、ヌートバー選手、日本代表で、えー、今年選ばれましたけども、えーまあ、正直、日本語をしっかりと喋れる人じゃないじゃないですか。だから、2つの言語を覚えるのってハードルがもともと高すぎるんですよ。ね。 自分の仕事をしっかりしなきゃならないんですから。で、えー、法律もある程度覚えなきゃならないんですから。で、えー、母親が日本に在住で、かといって、その父親がね、多分米軍の方なんじゃないかなと思うんですけど、それ分からない、あの日本の,あの商社とかでも、海外とのつながりあるから、そこでまあ恋愛関係になって結婚してみたけども、母国で自分の親の介護ある。これ あのテレビのニュースとかでね、あのー、死体遺棄事件とかありますけども、あれってね、介護を投げ出して、自分の親をほったらかしにして、そのままあのー、放置していた人、死体遺棄で捕まりますんよ。捕まるんです、本当に。ちょっと言葉遣い変になりましたけど。それテレビではっきりと放送してないだけで、あのたまに聞けど放送してた時期もあるんですよ。その辺はっきりと言っておいた方がいいんですけども、ただ、力加減の程度をね、 裁判官とか、あんまりテレビでそれを放送すると裁判官とか警察官とかが分からなくなるんです。本当に。ただただひたすら捕まえて精神病院行きにしたりして何年も強制入院。ねその人にどんな事情があったか分からないじゃない。それちゃんと聞いてあげましたって。聞いてないんでしょって。もう年金の支給額とかでもはっきり分かったでしょ もうみんなまともな法律通りに当てはめられた、あの、支払いを受けてない人たちが多すぎなんです。じゃあ、その人たちがなちょ、その人たちがね、少し離れたとこ、例えば私だと、えー、父親との家の距離がね、時間で言うと1時間ほどかかります。行くのにね、片道。まあ、神戸電鉄で往復で、えー、まあ、神戸電鉄、長田駅で降りたとして、往復で1000円以上、やっぱりかかるんですよ。 でそっちゅうしょっちゅういけるかって言うと無理じゃないですか。ね。無理なものは無理なんだから、だからその辺のところで、それプラスで、あのー、しっかりと放送した方がいいと思うんですよ。あんまりにもひどい場合はね、したい意気としてって。だからあのたまに親にちゃんと電話かけたりだとか、けど、認知入ってきたら電話かけても電話出ないんです。 で家行ったら家行ったで、いるかどうかわからないっていう状況もあります。警察官もあんまりその、まず精神病院に連れて行くっていう発想をまずなくしてほしいんです。はっきり言いますよ、健常者として生まれた人を精神病院に連れて,ている人は、はっきり言ってその警察官が精神病院に入院するわけにならないから。 社会のこと何も分かってないのに警察官になるからですよ。それまでスポーツ選手とかで、スポーツばっかりしていたサッカーばっかりしていた無理。社会の常識身につけてないから。でも医者が議員になった時点で、この世の中もめちゃくちゃなんですよ。あなたたちの方がよく分かったでしょ警察官がいろいろバレて精神病院の医者になってるんだとかそこ繋がったらもう全部横領じゃないあんなも,もちゃくちゃな金額請求して。 で、これは、どうせアメリカでも起きてるでしょ中国でも。だからもうこれも、世界中でもうみんなそれ、やめたらいいんですよ。で、これもともとなぜそういうふうな仕組みになったかって言ったら、大事に世界対戦の影響。だから警察官とかに、ね、国の方が悪いって国民の方が言うでしょ警察官をそういう人間を捕まえたりしてたんでしょどこの国も。 ね無理じゃないですか。正しいこと国民が言ってるのに。警察官は正しい行動してないんだから。で、みんなより高い給料もらってたんだから。みんなっていうのは一国民。富裕層っていうのは年収500万以上の人。絶対そうですよ。民間企業は、 仕入れ額とか固定資産税とか法人税払わなきゃならないから無理なものは無理なんですって。で、正直有馬警察署の警察官の人とかで、週は株式会社の山社長として出てきました。 その本当の話政府で調べれます。警察官の偽名名乗ってるケースがある以上、もう、うん、実態確認してるの、コンピューターがその人のね、心当たりのある声で、おいとか言ってきてる声を言ってきてるんです。どっちかこれもコンピューター。あのね、野村証券の総裁が野中悟るという形で暴力団という形で工藤会として扱われてたニュース、みんなもう見たでしょ ?10 年ぐらい前から。 あの人、本当は野村証券の総裁で、野村、総裁で最近やっとそういう風な YouTube の内容でニュースでもう一回流れました。だいぶ前の人。もう今生きてるかどうかわからない。野村、野村証券なんかだいぶ前に一回ね、取り締まられたんですから。だからテレビューのニュースで、それ野村に聞、んそれ野村に聞いてみよう、コンコンっていう音あるでしょ。あれ警察官が訪ねに行ってる。 捕まる。商社がもともとあって、そこから証券、あ銀行を作って、証券会社を作ってるんです。うん、証券会社が先で、銀行かもしれない。だからその当時まで、遡って、証拠探し、なんか、できないか、これ、もう、僕の方も。なんとも言えないです、本当に。で。社債っていうのが、株のことです。その辺のところ、イリアメイアケのニュース、そうだったか、で、はっきり言わないでしょ もうそのうち、この人本当に分かってるのかなどうかなって、見る、物事見てしまうんでしょうどうしても。で、売り上げ、あの、純利益のないところの株なんかは普通みんな手出さないですよ。たまに、あの、兄さんも、やっぱりもう兄さんもやめた方がいいと思いますよ。 それよりも自分の年金しっかりかけといて所得税の控除になるからで家のローン返済絶対これだからこれだけ仕事の絶対数も少なくなってしまった以上ね一月年金15万円までたどり着かなかったらその賃貸の人の場合家賃ねあの どうしようもなくなるでしょう。うある程度のスペースのところで。だから、そん別に特別高価な家じゃなくても、ちょっと前なんかワンルームマンションの新築で7万円くらいしてませんでした。ワンルームですよ。誰が計算したんですって。ね。生活保護のだったら、そこ住めないじゃないですか。家賃補助は4万ちょっとしか、こう神戸市でもそれぐらいんですよ。 だもっと田舎の方だったら家賃補助もっと少ないかもしれない。だって、神戸市民って一応表立っての人口、あれ間違えてますけども、だから他の都道府県も全部間違えてるから、人口、あのー。24の県よりも神戸市民の方が人口多いんですけど、ほあのー、その神戸市民もその人口は間違えてるのと、統計ね。で、なぜそうなるかのところは説明しました、今までのところ見てもらったら分かる通り。 第二次世界大戦とかで、えー、その前からね、インドネシアとかに移り住んでる人たちとか、その人たちが100歳超えになって、元、あの現地で死んでると思います。で、それを他国から書類が回ってきてないから、報告は。だから日本で死亡っていう認定ができてないだけで、人口は残ってるだけ。だから正直90歳以上全員無理だと思いますよ。もうほぼほぼ死んでる、90歳以上の人は。 だから、あの、JICA とかのケースもあるし、そ,その、商業、証言原理的にね、他国の方で仕事をしたりする人たちも出てくるでしょう。で、その人たちもやっぱり仕事届があ、あの、届いてないとかもあるから、日本全国も1億人多分いないと思います。これが実態。で、これは世界中、どこの国も多分同じだと思います。 なぜなら、窓口の公務員の人が書類持ってこられても、どこの国の人かわからない。なぜなら、二重国籍とかは民間人は認められているから。それがなかったらなかったら無理あるんですよ。いろんな部分で。議員になるのは無理ですよ、日本の場合。他の国はどうかわかりません。そこの国の法律があ,るありますから。 大抵の国は、そこの国の、えー、二重国籍の人は無理ですっていうことになってます。議員になるのは。知事、市長、ね、大臣とか、まあ、副大臣とか、まあ、そういう人たち、まあ、総理もそうなんですけども、えー、議員ですよ。 で、えーまあ、もうちょっと話長くなってしまうと、そのレンジャーさんの,、ね、あの話から、普通におめでとうって言いたいんですけども、そうう4勝で優勝決まってたかどうかわからないから、それ日程とか予定見たらね、次の試合日程がまだ先で予定されてるから、まあじ、時間的にね、さっき試合終わったばっかりだから、急にその予定消せないっていうのはわかるんですよ。 そのコンピューターでね、そのインターネットで掲載してるもの、時間がどうしてもかかるから。だあ僕、あんまりこの物事がはっきりしないところ、今、まあ、その花火が打ち上がってる画像が出てきた大丈夫、ワードシーズ優勝のはずだと思うんですけども、基本的に4勝で優勝だったから。からどこでどういうような話が進められてるか僕もわからないから。 本当にはっきりした内容が、さすがにこれは嘘はないなっていうような放送が流れた時に信じるっていうような形にしてるんです。だって戦争のね、ニュース今まで、フェイクニュースいっぱい流してるんですから。さも今起きてるか,だから。まあ、アメリカの方で言うと、その河川海、河川水門外泳式ダム発電と地下水流トンネル発電を まあ、あの、通訳の人が伝えてくれたらいいと思うんですけども、あ,あの、アメリカの国土面積ですから、重機使ったら絶対ダメなんです。スコップで河川の土砂をかき出し、で、ある程度下をコンクリート化。大抵のところは岩盤地帯ですから、そこは。まあ、あの、水抜けてるか抜けてないかはね、もう見た目で大体わかります。自分たちで撮影したら、今時スマートフォンとかあるから、まあみんなですればいいと思いますよ。あとは、 あのー、どの位置に水門を設置してどれぐらい地下水流トンネル発電を設置するのかだから高低差ある程度つけてなかったら水を排出した時にその先に水が溜まってたらもう水が、ね、回転扉を回すところの話じゃなくなるじゃないですかだからある程度差を開けて次の,その河川水門式ダ弾発電を設置しなきゃならないっていう形になってくるんですだからアメリカの国土面積があったら ね、ちゃんとあとワンセットで節約の話をくっつければ全電力を、えー、もしかしたら原発なしでも火力発電所もなしでも全電力を賄えるところまで行き着くかもしれないロシアはもう多分できると思いますあの国土面積ですからある一定の雨は絶対降りますから水があるっていうことになりますから水が流れてるっていうことになるであのー、まあ 川の表面が凍っていても、その下で水が流れていたりしますから。完全に凍っているところもある、といえばあるんです。で、えー、ただし、春とかが来れば、雪解け水とかもプラスされて、ずっと川が流れてるっていうことになるんですよ。ある一定の水量。要するに、貯水してるようなものです。雪として。 だからまあその辺のところでかまど発電とワンセットをすれば冬場なんとかなるでしょっていうことになってくるんですよ。で、まあかまど発電しなくても地下水量トンネル発電と河川水門解ダ玉発電であの国土面積と人口ですからできるんじゃないかなと思うんですよ。まあかまど発電プラスで隣国のねところに電気売ってあげたりだとか 足らないところだからそこはその国で自然再生可能エネルギーとか河川水門海式ダム発電とか地下水流トンネル発電を水力発電っていう形で分類されると思うんですけども、まあ、そういったものでねエネルギーを全て賄えるかどうかで考えて電気の売買をしたらいいんですよ。であとはそこの国があの通貨の価値が変わるかどうかになってくるのであってそこをどう なんとかしていくかっていう話になってくるんです。経済,経済原理はどちらにしても伴ってきますので。まあ、話がだいぶ恐れましたけども、えー、以上です。とりあえず、今日の1勝については、レンジャーズの皆さんおめでとうございますと言います。で、ただ、大谷翔平の件については、本当に彼は日本に返してあげてください。そうじゃなかったら、もともとの,元々の、ね、彼の所属してたいた球団日本ハムが。 もともとドーム球場持ってるのに、すぐ近くに、北海道に、ドーム球場もう一個作っちゃったんですよ。で、大きな借金抱えてるんですよ。で、アメリカに出稼ぎに行かなきゃならなくなった。ただ、僕としても二刀流っていうのをアメリカで、えー、成功させたいっていう部分もあって、彼に進めました。ただ、彼には彼の人生がある。結婚ができなくなってしまったら、その人生は当たりだったか外れだったかわからなくなる。でも,もう ね、もう彼も,もう30歳近くなんだから一旦日本に帰して結婚子育てしながら仕事をするっていう形で一回ちょっと日本に返してあげてくださいっていう話になってるんです僕としてはでそんな借金背負って日本ハムが悪いでこれでいいんです結局元スポーツ選手とか建築業界とかに流れ着いちゃってるんですよ それで変に仕事回したりとかね。それだったら、横に建物を作ったら作ったで、エネルギーがいるでしょ運搬とか、建設で、重機とか動かすから。で、加工してるところでもエネルギー消費してるから。金属加工。運搬もそう。もう話めちゃくちゃです。銅もダメだって言ってるのに、銅も作ってしまいましたがそれ使ったら、作ったら、エアコン使うでしょ余計エネルギーめちゃくちゃ消費される。 こういうことをね、大リーグの世界でも浸透してもらって、もう道具球場が老朽化者もうなし。ちゃんと屋根のない球場。で、もう今あるところ使っていりゃいいんです。本当に。で、えー、地区を3つに分けといて、南から北に向かってシーズン開始した時に巡業を。そうすればお客様も寒くない。で、みんなお財布の事情がある。 いろんなところで試合を開催するから、だからお客さんがたくさん来てくれやすい、ご老人の方で仕事を降りたい人テレビばっかり見てたら目が悪くなる、球場に見に行こうってなる。で、そこはみんな電車バスとかで来てくださいねって呼びかける。車はダメですよって。ね、これでだいぶ変わる。選手の方も。負担としてですよ。あんなに長い距離。 止まな,きゃなららなかったら選,手の選手としても身体的に負担があるじゃないですか。エネルギー的にも。ね絶対こっちの方が賢いじゃないですか。こちらのプランの方がね。で、あの6球団に編成してほしいのは結局。 とりあえずみんなある程度交代でね、河川の土砂のかき出しとか、木はチェーンソー、ガソリンのチェーンソーとか電気のチェーンソー使うんじゃなくて、で木は昔から切ってるんだよっていうところ、野球部とかのプロ野球選手のスイングだったら、30センチぐらいの木だったら、1日あったら絶対木切れますから。で、それ何本ぐらいプロの人だったらできるのか、もちろん体の大きい小さいとかあると思いますよ。 翔平みたいに身長190センチ台の人と170センチ台の人だったらやっぱり一撃の威力は違いますからまあ何本ぐらいり切れるのかもう一度世に公表したりだとかでトラックに積み込むときとかある程度の木の大きさはみんなでね持ち上げて10人もしくは20人でトラックに積み込むと丸太をまあ、ただ 本当に太い木は無理だと思いますよ。あの、ある程度切ってからとかじゃなかったら。だからそこはチェーンソーを使わないで、正直ね、自転車とかでこぎながら、のこぎりが動くような仕組み作ったらいいと思うんですよ。本当に。放置自転車いっぱい集まってるから、それ使って、タイヤとか余分なところ外して。で、 誰かがこう置いといて、誰かが歯をだんだん下げていく調整を、こう、ダイヤルを回しながらね、つけてあげると調整を。いきなりまあ、たくさん回されたら、歯がね、その、木に当たりすぎて漕ぎにくくなるでしょ。そういうような形で何でも人力で物事を進めなかったらもうどちらにしても無理なんです。石油とガスがいずれ枯渇しますから。 以上です。えー、皆さん、えー、ご協力のほどよろしくお願いいたします。他のスポーツ選手で、まあ、これもスイングの仕方とか、だから体で覚えなかったら、後頭性、あのー、足腰からのね、回転力。野球部、野球経験者の人はそれ分かってますけども、そうじゃない人はやっぱり分かんなかったりするから、だから、それ以外のスポーツ選手とか、高校生とか、まあ、まだ大学生でスポーツかじりついてる人は、河川の土砂の書き出しのスコップ、スコップを使う。 大きなスコップを、ね、で一輪車もまあ三輪車にした方がいいかもしれないどうせ焦かす人出てくるから火川の底でゴボゴだからねスコップで何回もねあのー、一輪車のところに、あのー、土のせ,せて何回も何回も焦かす人間出てきたらやっぱり叱るでしょ お前何回こかしとうねんみたいな形になっちゃうから、三輪車にしといた方がいいと思います。それでこかさなくなるから、それはそれで、河川の底凸凹だから、なかなかそれはそれで、ハードル高い。一輪車のままだと。とにかく人力で物事を行う。まあ、い物設置はそれは重機いりますよ。釣り上げなかった無理だから、あんな重さ。金属製とかの、あの、網をね。ただ、ある程度の細い河川は、 例えば横幅が5メートルとか2メートルとか、木のもんで十分です。その木のもんが古くなったら、かまど発電で燃やして次の燃料に使ったらいいんです。こういうことです。えー、皆さん、えー、ご協力のほどよろしくお願いいたします。全自皆さん生き残れる方向で物事を進みましょう。以上です。